フレデリック・ウィリアム・トーマス・バービッジ。フレデリック・ウィリアム・トーマス・バービッジは、イギリスの園芸家、プラントハンターである。ビーチ紹介のために、東南アジアの植物を収集した。レスターシャーのウィムズウールドに生まれた。はじめ、キューガーデンの庭師として働いた。1877年から1878年の間、ビーチ紹介のために、東南アジアで植物の収集を行った。 マレー半島、ボルネオなどを探検し、ピータービーチと共に、キナバル山やインドネシアの島々の鉱山も探検もした。有名な食中植物、ネペンテスラジャの栽培に貢献したとされる。1879年からダブリンのトリニティカレッジ植物園の学芸員を務めた。1894年にカレッジパークのキーパーに任じられ、ダブリン大学から名誉学位を得た。 1897年に、イギリスの王立園芸協会からビクトリア、名誉メダルを受賞した。昭和家の俗名、バービジャや、昭和家の種グラババービジャイリドルなどに、懸名されている。バーブは、植物の学名で命名者を示す場合に、フレデリック・ウィリアム・バービジを示すのに使われる。ありがとうございます。